いけない。いけない。ちょっと待って待って。待って世界で一番すごいルアーが。よっしゃ。取れた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 。よかったよかったよかった。さあ投げてってますよ。おさぼさんどうですか。まだ反応ない。まだ反応ない。さあさあさあやってってますよ。リバーバス。セムどう。釣れる。じゃあ引っかかった。おいおい。いやいやいやそうなんですよねそう危ないから逆にこれはしょうがない。ただキャストこの時にチャイフ大事なキャスト制度、そうです、ね、もう全部杭があるから杭の間をギリギリ通す、それテクニックなんですよ。 そうです、ね、それやれるといい。取れないですかねこれ。うーんちょっと俺が取ろうか。まあちょっと厳しいかも。おさまさん結構厳しいですね。舐めてましたわちょっとリバーバスを、はい、ちょっと流れがきついんでこれがまあいい風に動いてくれないんですけどちょっと厳しいですね。釣るまで帰れないです自分は、はい、頑張ります、はい、もう釣れるまで絶対帰れない。こういう川バスはねキャスト制度が重要になってきて、ああいう食い回りギリギリのとこやるんですよ自分らは。食いの間、あ今のうますぎだな。いろんな誘いをしてみればバスが反応してくることがあるんで、結構今晩春でねもう今日も上空はちょっと渋いらしいんですけど、意地でもちょっと一本ね出したいなっていう思いがありますね。キワ来た。これ食っただろう。チャガイブどう。リバーバスだどう。全然あの語りないんですけど、僕初めてこのルアーの動き見たんですけど、ね、うん、すごいですねこれ。魚ですもんねこれ。魚の動きですもんね。いやルアーの動きって僕ちゃんと見たことなかった。ああこうやってそう魚がくねくねっていう、うん、泳ぐんですよ、はい、それだけで楽しい。なるほど。釣って分かりました。よし OK。 おいいとこ行ったよ。俺らみたいなプロはちょっと危ないよ。この岸際、この際をね、岸の際をこうスーッとやってくる。一発で出る際を壁沿いで。バスっていうのはこの壁沿いを捕食するから、あそうか、この壁沿いにやっちゃうと結構でかいのが簡単に釣れることがある。甘くないな。まああらゆるパターンでシャーって巻いてもいいし、スイッチ入れたり、いろんなあらゆるパターンで捕食スイッチに。バスはいるのよ、スイッチ入れるだけ。どうやったらスイッチ入るか、その日によって変わるんで。あ雨降ってきていいよこれ。雨降ったら釣れる。うん、はい、いるなあれ。東海ナンバーワン釣り師のね、うん、あの人はおさぼリーマンさんだと思うんだよ。東海ナンバーワン釣り師の。来た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 。やってますな、やってますな。釣ってほしいね一匹ね、おさぼリーマンさんにも。楽しそう。川沿い、岸沿い、ああいうヘリのとこにね溜まってることあるんで、ただここのバスめちゃくちゃ擦れてるんで、その擦れたバスにどうやって口を使わせるかっていう攻防戦ですね。バスが溜まってないな、ちょっと。もうちっちゃいのは釣る気がないんでね。ちょっとチャガイ厳しいね。ああこれはきついわ。ただ釣るよ。セムどう。反応ない。難しいね。もういろんなとこ攻めてやればいいんじゃないかな。早巻きしたりゆっくりしたりいろいろやってみてるけどね、うん、なかなかあれだね。きついよね。ハードプラがいいよね。あれただ巻きがいいみたいで、この時期でかいのも。え？まあまあのサイズだと思う。あれは姿が見えなかったけど、ぐるぐるってぐん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 、もうあんってなったらポロンって取れちゃった。スモラバでね、エアリスのスモラバの 1.3g、今日減水してるから、まあ浅いじゃないですか、その 1.3g で流れのよれ、流れがあるからよれで、そこにピンスポット、岩があるところがあるんですよね。で岩に入れてキュッてで、ココンクククッとポンと吐いて、もう一回食い直して、
2、3回食い直して、あ、食ったのでカンとかけ無理やりかけてぐるぐる。うわそれちょっとやばかったですね。取っとったらね、記録級でしたよ多分。記録級、大江川のあれ日本じゃないですか日本記録、世界では言わんけど日本記録68センチ、 9.5キロ。それ日本、世界、いや日本記録、ああ53記録、誤算記録惜しかったですねそれ。いやーやられた。ちょっとやりましょう。ワームの方がいいですか今日。ワームの方が食うかもしれません。プラグの方が食うかもしれないですけど、うん、ワームで食いとか打ってても食いますねこれ。じゃあワームの方がいいかも、ね、今ここでね、今かなりでかい、本当にまあ相葉さんが言うんだか間違いないと思うんだけど、まあ60絡みのがちょっと食ってきたらしいんですよ、ワームに。ワームにでバラしたっていう個体はまだ狙える、まだワンチャンあるから、その合間に入れてデッドスロー。さっきからもうね、みんな高速で巻いてたんで、もうそこに見切っちゃってるんで、デッドスロー、これで来るはず。秋ゼミの、あ、おるな、そこ、あそこおるな。今サモン立ったの、あれでかいぞ。あそこおるわ、おるおる。本当に厳しい無反応。ああ、アプローチングだよ。だから茶会さん、アプローチング、むやみやたらに投げまくると、だからワンキャストワンキャスト、意味のあるキャスト。あ、なるほど。今あそこ例えばあのクイヨの周り5回通してきたら、ちょっと置いといて、じゃあここのここ3回通して、同じところに狂ったように投げてても回遊してきても釣れることあるけど、やっぱ場を沈めたところに静粛の中にストーンと、うん、止めとく、浮かしとく浮かしとく、何、いやいやいや、巻いて巻いて、来るか、丸出しで顔丸出しで、まさか YouTuber になると思わなかったね。そうですね、うん、どうですか YouTube の世界は。いや楽しいです、ね、楽しい、はい。ちょっとカーバスはやばいな。セムどう、やばいやろカーバス。え闇やん男井のあれ前50出たからね、闇で伝って、はあ、お、あそこの流れ込みだな、ついとるかも。こんなシャットで、これレベルシャットですね、レイドジャパンの。これで釣れました今日、はい、これ3本。いやそうです。このカラーがいいですかね。いや、ローライトの時に、ええ、こういうカラーにフラッシング強いやつにして、ええ、でやっぱ日が出てくるとナチュラルの方がやっぱきます。あ、日が出てくるとナチュラル。ナチュラル。そうかそうか、デッドスローらしいわ。うん、早巻きだとね、もうバスがびっくりしちゃってるから、この時期はね、みんな聞いて。デッドスロー。早く巻くと魚は釣れない。この状況は。もうデッドスロー。渋いから、渋い時はもうね、デッドスローなのよ。全部今聞いてきた答えを釣れた人に、ミノーのシャットのデッドスロー、なるほど、うん、濁ってるからデッドスローで釣った。なんでめちゃくちゃ流されんじゃない。いやそんな流れないよ。ある、あ、まあ、ある。あいつまた来た。うわ、欲しい、出かかったですか。スモラバでまた、ワームがいいかな。ワームの方がいいかもしれないですね。結構流れで魚がとどまってないような感じだから。なるほど。どっかその際とか、はい、バスが休まる場所でそこでいる。そうそうそう、流れのここ寄れるから自分変えます、うん、VTL シャットに。 VTL シャット、ちょっとねこれに変えてやっていこうと思います。めちゃめちゃ今これ釣れてるらしいんで、やっぱりね今日はこれ。今日これ反応いいですか。まあ多分今日いろいろやった中では
いい風ですね。イメージとしてはそこにそこずっとやってくるとコリコリっていうところがある、ええ、あるからそこが硬いところ石が結構入ってるんで、ええ、そこで例えばコリコリっていうところをこうやって軽めにシェイクするとそこでここクッて止めてシェイクがいい、うん、そう2発ともそうですね止めてシェイク2発バイトあったのは、うん、いやちょっと釣れそうですねちょっと自分もねやっていきますやっぱプロの話を聞いてシェイク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 結構今穴の中だらけでかいのいますね相葉さんねえあそこトンネルの下まあまあやばいの来てるずーっとねえ跳ねてますよねうん60分ヒュージかもしれませんもあれ最近よくそれ使うよヒュージお父さん今日反応ないですかないですね残念ながらいやでもお父さんの得意エリア行きますか行きましょうか移動しに、はいさあ移動してきましたやりましょうやりましょう釣れるまで帰れないですよ本当めちゃめちゃ今日厳しいんですけどここのコオロギ池この辺はいいんじゃないかな、うん、釣れるなここここはおそばさん何池ですか川ですかこれ何池ですか、ね、コオロギ池って呼んでるんですけど違います違いましたここコオロギ池コオロギの形してるんでなるほどコオロギ池ですそうなんですか、ええマジ、ええ、コオロギ投げてますもんねしかもいますよ阿部さんちょっと状況説明お願いしますプロの目から、ええ、攻めるところは、ええ、池じゃなくて川川はい五山川で攻め方としてはここのコオロギ池はやりません、ええ、あやらない、はい、あ向こうではい向こうであ向こうに行くおさぼさん今日釣るまで帰れないですけどマジですか、ええ、残業確定ですか残業というかもう逆に長い間釣りができて楽しめるっていうなるほどあの楽しい時間長く釣る、そういうタイプですね釣らんようにで釣らんように水と向き合わないと、いや釣った人は帰れるんでなるほど釣ってない人は帰れないっていうあ釣った人からご飯ですねそうですどうぞなそれダウンショットダウンショットですあこれね VTL の釣れそうだアンダーショット爪吉ダウンショットなんか言い方いろいろありますよねあそうですねドロップショットドロップショットアンダーショットスネキチ3匹ぐらい釣れる 2.3 匹切り見すかよっしゃ釣れるってここ、うん、残り3人は残業です釣れるまで帰れないようにどうぞ釣れるまで帰れんで今日絶対釣らないと。あ、もう死ぬまでここでおる。住む。そこに来。コオロギ島。ええ。コオロギ島。コオロギ島。今名付けました。います。ここはブラックバスがよく寄るところです。オッケー、よっしゃ。ここら辺で。お願いします、相葉さん。ちょっと待ってくださいね。いいですか。ええ。コオロギ島釣ります。V テールのこれです。スモラバジグで。おいいとこ行ったちょっとね自分がこういうね隙間警戒心与えちゃいけないからまずこういう時はね入っちゃいけない中にこの位置からここの合間についてるから足元も結構つくんですよバスが。そこ取っていこう。あそこの足の木に右から左に水流れてるんで、そこについてるんですよバスが。当たった。ちっちゃいと。釣って。ここ下に。釣れるから釣って。あら、掘る。あそこの木のとこついてるよ。釣ってよ。ちょっとかなり厳しい状況続いてて自分も投げ倒してるんですけどバイトがかなり少ない状態釣れるまで帰れないっていうね相葉さんどうですかダメですどういう状況ですかこれは
夕まずめを待ってます。あ、慈愛を。慈愛をね、今あんまり周りもね、釣れてないし、釣れるタイミングに、多分一段落餌を食うタイミングがあって、餌を食って、多分今バスがお腹いっぱいとか、うん、でまた夕方、今無理せずに食わずに夕方また食うっていう。あ、人間と一緒ですか。あ、そうそうそう、そのお腹いっぱいになっちゃったらね、あ、朝昼晩みたいな、そう、動いてまでは食おうとしないから。なるほど。今スピンベイト60かなんか、60の、今ね、これアイバスペシャルって言って来年発売の、これアイバスペシャル、そう、アイバスペシャル、ちょっと通常のレアリスのスピンベイトにウエイトをね増して、ちょっと手を加えて、プロト状態ですか。そう、今プロトで来年発売決定してますけど、これはそう、来年ね発売で、ちょっとね、まあ通常の60ってロールしないけど、ロールをね出して、これ誤算とかでもちょっと濁ったようなところでアピールするように。ロール系の60で、重さはちょっと見えるかもしれない。何グラムですかこれ。今ねこれ 6.4 で、あ、 6.4 グラム。これ左右にするように、これパタ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 、なるほど、ボディがね、ボディが左右に振るように、振ってますね。そう、だから水を押すからちょっと濁ったようなとこでも、まあ、こういう、ね、五山川とか大江川とか、あと霞ヶ浦とか、うん、そういうようなとこでもちょっとアピールができるように釣れそうですね。開発したもの釣れます、これは。ハイバスペシャル、はい、名前はもう決まってんすか。スピンベイトの60のちょっとまだ分かんないですけど、あ、アイバスペシャルとか、まあチューンのモデルとか、あ、チューニングモデル、うん、そう、そういう風でいけるかもしれない。でもギルかなんか渡ったんですけど、ええ、多分ブルーギルだと思う。ブルーギル、朝昼晩の今ちょうど4時ぐらいなんで、あと1時間ぐらいした時にちょうど昼飯から晩飯食おうかな、めばっくり来る可能性あるな、これは。打ち続けるしかないな、とにかく。あ、こういうとこ釣れるんですよ、こういうとこにね。ここからザーン、ワーム入れちゃう、入れ食いになっちゃう、スポーン、いねえな魚が。こう見た時にあそこの水面のところにこう波紋が立ってますね、ベイトいますね。なんかベイトがいるとこにもつくから、ちょっと俺この辺で投げようかな。ベイトが来てるんで必ずバスがついてるはず。で、左右メススイッチポン。ただこのね、東海地方、中部地方の川バスっていうのもね、結構厳しい。やっぱり毎日だからね、人がいない日がない。投げ続けてるから、毎日365日。なかなか釣れないんだけど、そこで釣るからね、価値が出てくるっていう。大変な事件が。え、何？何？目、真横から飛び降りました。うん、何が？あ、ラッコ。ヌートリア君。ラッコ。ヌートリアが。泳いでますね。全部どう？え？ちょっと当たったけどバレた？ギルみたいな。これがガサガサと、何がガサガサってのは。ああ。スモラバ食べようとしようだな、危ないな、あんなもん釣ったら嫌やで。そっからグーってきて、ビーバーが、うん、ビーバー釣ったら嫌だな。あれ誰だあれは。おお、ナイス、釣ってるぞナイス、よっしゃ、とりあえずこれやっぱりこんだけ釣れないとめちゃめちゃ嬉しいね。嬉しいですね。この1匹が見たかった。このちっちゃいサイズですけど、いや28、はい、釣れてる、釣れてる。もう坊主流れのスピンです。これ誰が釣ったの、師匠。いえ、伝説の伝説の伝説のバス釣り師こと伝説のおさぼりーマンさんが、釣れました。腹パンパンですもんね、食いまくってますね。師匠、僕ら遊んでる場合じゃないですね。いや、ちょっと負けてられん、はい、レアリススピン、レアリススピン、何グラム。5グラムです。5グラム、得意ですね。こればっかりです、最近。反則技それ位置抜けじゃないですか。これさっきちなみに足元で一本バラしました。さあ、伝説のバス釣り師おさぼりーマン、おさぼりーマンさんが釣ったんで、自分もね、今日はスモラバにこだわってやってるから取るよ今日は、はあ、これで俺が坊主ってわけにはいかないんで、ここのとこね3連続坊主ぶっこいてるんで、今日は取るよ一匹。厳しすぎる。相変わらず全く反応ないですが、あそこに今ベイトの群れが来てますからね。ここベイトが溜まってるんで、中央ラインに。なので
中央沿いの底取ってベイトを食べに来たバス、それをちょっとなんとかしてやろうかなと。あの中央にベイトがいるんで、ベイトの底を丹念に攻めてくる。通りすがりのバス君を。いか、時間がない。びっくりするぐらい釣れない。どこどこどこ、ちゃがいが釣れた。どれ、やった。さすが、やったな。よかった、釣れて。いや、貴重な魚やりました。フィッシュとか聞こえてきたから誰が恥ずかしいと思ったら。いや、恥ずかしくないですよ。恥ずかしくない、はい、ナイスフィッシュです。持って持って、はい、やります。いや、貴重だよ。なかなか貴重なバイト。パターンはどうやって釣った。分かんない、分かってました。山線香、318山線香。山線香、ええ、素晴らしい、素晴らしい。お腹ぷっくり、結構声でかかった。フィーッとでかいの来たと思ったら、こんなんが食っとんかな思ったら、でも貴重な日しね、はい、やる。釣れた、釣れたか。うわうわうわ、また釣っとる、あいつまたあいつ釣っとるぞ。よっしゃよっしゃ、でかい、チャフでかい。え、釣れた。どうした。おいおい、ちょっと見せて。ここバラの木があるかな。痛い痛い痛い。釣れました。ほら、ナイスさ。ナイス、はい、あげて、はい、山線香で小バスが。そうですね。あ、さっきのよりちょっとなんか太ってない。はい、そうですね。やったね。やりました。ナイスフィッシュ、はい、どんな感じで食ったの。いや、あのいつもと同じっすね。あのフリーフォールで、はい、持ってたと。ありがとう。ナイスさん、何、絶対今日50釣ります。おっしゃ、やろうじゃ、はい、頑張ります、目指します。投げたって、はい、アプローチング、はい、シャローですかね。いや、わかんない、もうどこいるかはわかんない。おお、落下するかと思った。気をつけてよ。撃て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 。変なおじさん、麦わら帽子のおじさん。オッケーオッケーオッケー。釣り5回目にしたらうまいよ。うまいうまい。さあ、専務もあそこで頑張ってますね。なかなか厳しい状況ですが。え、相葉さん釣れた。おお、ナイスアイ。ロザンテ、ロザンテ、いや俺も今巻いてたのに。うわー、ちょっと待って、40ないぐらいかな。あら、40弱ぐらい。うわ、このエンペラーというからがね、効くんですよこれ。ちょっとどうやってぐるぐるとただ巻くだけ、ゆっくり、うん、俺もこれ同じの投げてたのに。さあ、もともとギュギュンときた。巻き方が違うんだ。いや、あと通す場所が違ったのかな。まあそうですね、まあ40弱ぐらいだけど。40やね。くるくるっと巻くだけ、大きいベイト入ってきて、さすが。じゃあそのヒットシーンの俺が撮れんかったのに。まあでも相葉さん撮ってるカメラで、まあ、僕の横についててくれないと。あ、ほやね、ここ相葉追っかけカメラで俺ずっとやってないかんかった。本当にカメラはね、3発ぐらい連続で当たって、うん、乗らずにこいつがギュンと乗って感じ。うわー、ほら、ナイスハイ。イエーイ、ありがとうございます。さすが小沢さん、やりますね。さすがですね、小沢さんも相当な手腕と言われてますけど、伝説の相葉さん、さあ釣れてるよ全部。ちょっと俺もね、ロザンテで撮ろうかなと思って。スピンベイトとちょっとバカ荒れちゃうんで、
これでソフトな感じ、ロザンテの。これでもう40弱、今、まあ、いろんなとこ打っていけば食ってくる可能性があると思うね。結構飛距離も出るねこれね。普通に巻いてくるだけで取りたい ね。取れるよ。釣れたか。ゴミやった。ゴミでした。俺も来たかと思ったよ。ゴミを拾ってる状態。なんかまた俺釣りヘボイって言われるかな。まあ釣りうまさじゃないでね専務。確かにね、うん、そんなちっちゃな話じゃないから俺がやってるの。うん、何食った、食ったか。ちっちゃいか、サイズがちっちゃい。いやちょっとさっきから活性上がってきてるね、うん、あの釣れる間になってきたかもよ。今相葉さん釣ったやろ、茶貝風2匹釣った。食った食った、全部食った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 。でかい。ちょっとカメラ乗せ、カメラ、こっちこっちこっち、カメラ乗せ、カメラ上からちょっと40あんじゃない。いや40どころじゃねえ、動かない。でかい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 。僕カメラ回って、おお、なんだこれ、やったー、ゴミやんか。はい、あれから1時間半ぐらいだ、1時間ぐらいか。あのこれでね今40アップ思いっきりバラしました。自分バッサーって、ちょっと映像撮れなかった、なんかクレアレルロザンテを投げて巻いてたらググッドーンバザーンってジャンプでジャンピングしてバレたっていうね。で相葉さんが1匹ね40ぐらいのまた1匹釣ったそうです。でもそリーマンさんがもう1匹釣ったと。どう専務、全く釣れん。ロザンテないよな、食ってきたで俺思いっきり。巻き物やめた、今コトカスだけだったけど全く反応ないよ。ああ場所ちょっといろいろ探ってったらいいよ、うん、いやまあ回遊はね、うん、まあ釣れんかなと。あ回遊してきたやつを、うん、じゃあどう、あれから俺バラしちゃった化け物、このロザンテで。ああ釣れた、でかい。ちっちゃい、あちっちゃいか。ナイス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 、いいね、ちっちゃいっすわ。あーはーい、また坊主ながらのスピンで、これ何でも根こそぎリグだね。ですね、とりあえずまあ坊主逃れと、これ猫リグですねこれ。猫そぎリグの、おー、あ T シャツも猫リグになってるし。そうですね、これです。なのにこのスピンリグ何これ。これはあのあれですね、レアリススピンの方ですね。あ、なんとしても釣らんとね、映像に収めたい。いやー綾さんバレましたよ、ロザンテで40ぐらいかな、うん、ジャンピングしてバレたという。針伸びてますやん。うん、マジで。しかもあそこのちっちゃい池みたいなところで、マジで。2頭目に本当うわったーと思ったら、うん、バレた。バレた、何をやってるんだ。にあれから釣れました。僕今あの1匹の後にちっちゃいの2匹、うん、いやー針伸びてる。一発のあれがね、もったいない。ちょっと走りすぎたかな。来た来たと思って、やったと思ってグリグリバレたらジャンプでバレました。やっぱジャンプさせちゃいけないですかね、やっぱり。ジャンプさせてもいいんですけど、うん、かかりどころが悪かったんじゃないですか、針伸びとるってことは。浅かったんですかね、針が立っちゃって。あ刺さるっていうより立っちゃって硬い。阿部さんスピンレードですか。ロザンテ、ロザンテ、あロザ、あロザンテ、波紋立ってますね。あれ全部ロザンテ、まあ、色ちょっと暗くなってきたから、色変えたけど、あれでも釣れましたよ、スポーンフィッシュ、あのオレンジのやつでも。うーん、一匹はこれはまあ食うの来るか。これはプロのそうですね。バッサリ、なんか濃いがあるかな。うん。それ歴どうなのかな。もうあれじゃないですか、30年以上やってるんじゃないですか。あ、もうちっちゃい、もう。そう。この辺でやってたんですか、子供の頃。違う、全然、僕は愛知県なんで。あ、愛知県。そう、愛知県の野池ですよ。へえ、うん。今釣り金が多いですかね、あの辺。そう、多いですね。いやー至る所ね投げ倒してるんですけど、なかなか厳しい。いやー釣り切りたかったなー。いやでっかいのがいねえか。
ってきてる。あれ専務かな、あなたは釣れた？全然釣れた。全然釣れんよね。まあ、でも俺バラしてたよ、ここで。ああ、そうだね。うん、マジで感動した。釣れた、高橋君。いや、だから結局坊主だよ。釣り上げたのはない。ないね。さっきのバラシが、ジャンピングが、まあ映像、俺いつもね、だから今後胸にカメラつけようと思う。なるほどね。うん。もう今日ちょっとバラしたことにしといてもらおうかな。ほんと、釣れんかった。45ぐらいのやつ。いやー、厳しかったね。厳しいわ。いや、だけど、やれる。やれるね。巻き倒したエロザンテよ。もしくはスピンバイっての。あれもしかして東海ナンバーワン伝説のバス釣り師のおさもさん、同級生。同級生ですね。同級生は認めます、中部地方ナンバーワンバス釣り師です。いやいやいや、屈指のバス釣り YouTuber の、まあ、今回ね、今回の調教はだから、俺ね、あの伝説のおさぼメソッドっていう、なるほど、あれをパクろうと思ったんだけど、はい、なかなか厳しかったですね。あ、厳しいですね。もう今日俺もうバラしたことにしてもらうかな。45。ああ、なるほど。そうですね。カメラがなくてってことで、はい、証拠がないのでっていうことで残念な話お話ですね。あれ、チャガエフどこ行ったの？とこまだやってる。池でやってるんだろう。ああ。なんか釣りたい釣りたいっていう。人がおるとか来たからな。あ、なるほど。一番釣ってるんですけどね。そうそう、今日一番、あの小バスだけど、うん、ちっちゃいんだけどね。まだやるよ。おお。もうお休みかってのは琵琶湖だけど、今からこのまま寝ずに行ったら朝まで行ったらいいんだよ。いや、俺この間一人で琵琶湖やって12時間13時間まるまる坊主で、帰り道まあまあこれまあまあうざいぞと、一人でなえるね、ちょっと奥琵琶湖まあまあなえるよ、投げ倒して完全な坊主。そうですか、おさもさん、大江川はもっと厳しい。厳しいですね。自分は大江川って釣ったことないです。私も最近ないです。行って吐き気催して帰る、はい、2時間やってもなえる、もう釣れないんだろうな諦めちゃうんだよ釣れのさすに当たりがない時点でも悩ますねそれに比べたら人が多いですけど、やっぱり誤算の方がまだ確かに今日魚見れたし ね、 そうですね、相葉さんのまあ40弱と、はい、20ぐらいの、私も一応2本釣ってるんで、うん、船釣りと変わらない。え、船釣りと変わらない、まあ、船釣りだってこの間も1日やって1匹やん、壊すとか。と思えばまだ厳しい厳しいと言いながらも、ね、応援に比べたらまだ誤差の方が。まだ粘ってるんだけど。釣るって釣るまで帰らんって言ってる。もう暗いんですけど。もう帰らないかいの。まだやりましょう。いやもう帰ろう帰ろう。なんでですか。釣ってないでしょ。いやバラしたから。帰ろう帰ろう、もう明日があるから。あ、そうです、うん、まだやりたい。これやりたいっすよ。本当に、はい、明日行くじゃん。明日はちょっと明日仕事ある？はい、仕事あります。じゃあ、まあ、今週行こうか。じゃあいいっすよ。いや、琵琶湖に耐久釣れるまで帰れませんゲーム。いいですね。やろうか。来週にしましょうか。なんで？仕事が立て込んじゃって。あ、立て込んでるの？難しいですからね。来週行こうか。金曜日あたりに。はい、帰れないよ。もう一晩ぐるんと30時間やるよ。釣れるまで。やってるね、あの3人、はい、何やってるんだろう。明日釣り行く気かな、はい、近くないですね。お疲れ様でした。映るんですか、まだ。なんとかなんとか、お疲れ様暗いですけど、高専は、高専はさすが僕らの大使。ちょっと次回50釣らないと帰れないでしょ。今回じゃなくて、いや、じゃあやりますか朝まで。いやみんな仕事あるでしょ。相葉さんも明日仕事でしょ。僕は明日仕事だけど全然いいですよ。あ、本当に、うん、ご飯食べに行きましょう。帰りましょうか。お疲れ様。お疲れ様です。